じゃあ準備が整ったので、めっちゃ美味しいこれ。はい、皆さんこんにちは、津ヶ崎みなみです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日は私、津ヶ崎みなみ一人でソロキャンプに行きたいと思います。キャンプ場なんですけど、今日は山梨県にあるふもとっぷらキャンプ場というところに行きたいと思います。なんでね、今回ふもとっぷらキャンプ場にしたかっていうと、私が最近ハマっているアニメのゆるキャンの舞台になっていて、そこでキャンプをするみたいなシーンがあって、で結構そのアニメにハマっていてで、ちょっとふもとっぷらキャンプ場行ってみたいななんて思ってたので、今日はそこに行きたいと思います。富士山きれい、すごい、めっちゃかっこいい。今日キャンプのご飯でなんか食べたいものを考えてたんですけど、やっぱりまあお肉かなって感じですかね。あとお肉と、もっと食べたいのが焼き芋とか作れたらいいなというふうに思ってます。はい、ではね、あそこのファミリーマートでちょっと休憩を挟みたいと思います。はい、というわけでファミリーマートで休憩しています。今の気温は6度だそうです。ちょっと寒いですけど、このカップユズ飲んで頑張りたいと思います。しがみなの動画。はい、というわけでファミリーマート休憩でした。で現在の時刻は9時15分です。国道24の地を山梨県方面に進んでおります。いや、風が思ったよりもすごいですね。あと、とにかく寒い。はい、というわけでふもとっぷらキャンプ場に到着です。はい、到着しました。富士山も見えるので、今日はこの辺にテントを張りたいと思います。はい、というわけでふもとっぷらに到着しました。テントを設営していきたいと思います。しがみなの動画。はい、ではこの後外していきます。
しがみなの動画。ちょっと薪とか食材とか買いに行きたいと思います。こんなに寒いのに結構人がいてびっくり。富士山すごい綺麗。ちょっとねお散歩がてらその辺を歩きつつお買い物です。高原の自然の卵を買っていきたいと思います。ではお米を浸水します。お湯を汲んできてカップラーメンを食べていきたいと思います。ランタンつけます。あ、明るい。いや、これめっちゃ可愛いビアボーンズランタン。ちょっとここ置いてね。はい、それではお湯を沸かしていきたいと思います。